五直市川は、山梨県の甲府盆地西部を流れる藤川水系の一級河川。川の名は、大水が出る、意味の水井で川と、古代に水害が発生した際に、海国寺の創場で朝廷から直市が下校したことに、由来するという。海の国市によれば、近世には、ミデとも呼ばれ、現在でも、地元では故障されている。総延長は1 8 8トル。 河川勾配は2.7%。山梨県西端の山間部である、南駒郡早川町と南アルプス市の境にある、駒山地のどの子や峠登録に発し、北流して山間部では、V 時刻を形成する。南流してきた金山沢川を合わせて投流し、山間部を過ぎて、盆地西部に南北 10km、東西 7.5km の広大な扇状地を形成する。 左岸の韮崎市と右岸の南アルプス市の境界を流れ、支流の割羽沢川を合わせ、相田橋付近で盆地北西部から流れる藤川へ合流する。五直市川は、市場左岸に流路を変化させ、最も北に位置する現在の本流路のほか北から前五直市川、五直市川南流路、下井前流路、東海千場流路の5本の旧稼働痕跡が発見されている。 古代から流域に水害を及ぼす洪水を起こしており、増水時には、釜無川を押し流して水害は、盆地一帯にまで及んだ。高古遺跡は、右岸の微光地上にわずかに、大塚遺跡、立石四大遺跡、石橋北屋敷遺跡など、わずかに古墳時代から古代の集落遺跡が点在する程度であり、氾濫源である流域への定住は遅れていたと考えられていたが、 近年は1989年以降の中部横断自動車道建設に際して、都土遺跡などの遺跡群が発見され、遺跡の埋没原因となった流路変遷に関する研究が行われている。下井舞流路は、縄文時代晩期から、弥生時代前期の最も古いもので、弥生後期から古墳時代後期の10日、四条流路、奈良、平安時代の南流路が続く。 15世紀から16世紀初頭には、先行洪水による南流路を埋没させる大氾濫が発生しており、中世には、全流路と新流路の二つが本流となる。この大氾濫で、付近一帯に堆積した砂礫層は、近世以降に、現七号と呼ばれる、干ばつ地帯となった原因であると考えられている。一室見出し白根将棋頭流、丘将棋頭将棋頭は、 武田信玄が築いた分流堤防。堤防の形状が将棋の駒の頭部に似ていることからこのように呼ばれたと伝えられる。画像はいずれも駒頭部の頂点に当たる位置だが、遺構として残るのは白根将棋頭が頂点から北の石積み、竜岡将棋頭は頂点から南の石積みの一部である。現在の五直は二つの将棋頭の間を流れるが堤防は いずれの将棋頭よりも100メートル以上離れた位置に構築されている。笛吹市の浅間神社社殿によれば、825年に大洪水が発生し、この時に海国寺墳屋の空き津が朝廷に直死下校を要請したという。沿岸一帯には中世に開発されて昇園化した八田巻があり、左岸の割羽沢側一帯の余り層には、海。 現時の一族がよりあまり死を称しており、現在の稼働は、昭域の境界であったと考えられている。正確な築造機は不明だが、戦国時代には治水施設として五直子堤防が築造されており、治水施設として、石積み出や掘り切り、竜王の黄岩へ流れを誘導する釜梨川、合流地点の十六国、激流を前五直子側と、本五直子側に分けて、 水星を弱める南アルプス白区下に所在する白根将棋頭と下流で本五直市側の流れをさらに分けて北西方向から流入する割羽沢側の交流を調整した竜崎市流岡町下城南割に所在する竜岡将棋と竜崎市大草町下城西割大草町下城中割に所在し現在は工場用地として消失した 大草将棋頭の分流堤防遺構などが残されている。海の国史によれば、釜梨川の治水工事である震源堤と並行して計画された武田春の武器に主導された事業であるという。震源堤は五直市川の流路を、それまでの経路から北の原流路へ移す改作工事を施し、竜王の黄岩へぶつけて、水星をそぎ、同じ草間に氾濫し流路を変えていた釜梨川の 流れを固定化して制御しようとする事業であったが、近年の考古学的調査では五直市側の源流路は自然解剖である可能性も示されている。また、新原定の管理や判断源開発のため設置された流を河原塾には五直市側流域の住民も移住して成立している。江戸時代にもたびたび水害が発生し、江図によれば以後も 堤堤防防のの形態をを変ええててておりりとと修復を繰り返しいいたと考えられている1653年には堤防が決壊して西檻一帯に被害が及んでおり流域の領民には修復武進が課せられている近代に入っても増水により急流路が本流となる大洪水が明治29年に発生し釜無川を押し流して 盆地中央部へも被害が及んだため、将棋頭から徳島関まで660メートル続く石堤が築かれている。切り離された前後直側流路は石止められて廃下線となり、1930年には島道路が築かれた。これらの地水以降である将棋頭と白根及び石積みでは、未代川急堤防の名称で2003年3月25日に、 国の史跡に指定された。近年行われた調査で断裂している堤防の一部が新たに確認されている。五直市川地水史跡一置関係を記入した空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成国道52号五直市川橋上より上流方面を撮影。本流上に連続して多数の砂防園庭が築かれ、河川時期には大量の砂液が堆積している。 ご直視側の河川敷は両岸まで大量の砂礫が詰まっており、高地が整理される以前には、洗浄地の表面に隠れ木が散乱していた。流域面積が小さな割に、大量の砂礫が流出するのは、原流域を構成する地層が、第三基層の三坂層という、崩れやすく、非常に脆い岩石からなるためで、上流域の至るところに、崩壊の場所がある。本流上に連続して、 大規模な砂防園庭が築かれ、今日でも河川時期には大量の砂礫を見ることができる。また、支流の至るところで、山梨県による地産、砂防工事が古くから行われている。戦後になり、川の両岸の砂礫の多い場所は、建設資材としての砂利採取場となり、採掘跡は五直市南公園などとして、再開発されている。斉藤秀樹編長。 前五直視川堤防市群二地帯総合整備事業、未大川沿岸地区第四航空補助整備に伴う、埋蔵文化財発掘調査報告書、南アルプス市埋蔵文化財調査報告書45、南アルプス市教育委員会、2015年、ありがとうございます。